皆さんこんにちは。マリサだぜ。霊夢です。今回はゴジラ怪獣、平成 VS シリーズだぜ。平成 VS シリーズに登場したゴジラ怪獣たちを紹介してくれるのね。そうだぜ。今回は各怪獣の特徴や強さについて解説していくから楽しめると思うぜ。それは楽しみね。紹介してちょうだい。そうだな。じゃあ、早速始めるぜ。特撮が大好きなんだよチャンネル。今回は平成に公開された VS シリーズで登場したゴジラ怪獣を紹介していくんだが、VS シリーズの怪獣に関連して、一部怪獣じゃない個体も紹介するぜ。怪獣じゃない個体も紹介してくれるのね。また、昭和編と同じく今回紹介していないゴジラ怪獣に関しては、別動画ですでに紹介してるのでそちらを見てほしいんだぜ。了解したわ。それじゃあ、各怪獣の紹介をお願い。最初に紹介するのはショッキラスだな。1984年のゴジラに登場した怪獣だぜ。今回はどんな怪獣からスタートなの？こいつはゴジラに寄生していた船虫が、ゴジラの体から放出される放射性物質の影響で突然変異を起こして怪獣になった生物なんだよ。船虫がこんなのになっちゃったの？ああ。しかも船虫のくせに吸血性で、人間に襲いかかって体液を残らず吸い尽くし、ミイラにしてしまうんだよ。このサイズの船虫に襲われるだけでトラウマものだわ。また、見た目に反してショッキラスの動きは俊敏で、人間の身長ぐらいまでの高さならジャンプも可能なんだぜ。動きが速い虫って嫌よね。でも、元が船虫なら簡単に倒せるんじゃない？いや、腹を包丁で刺されても死なないというゴキブリ並みの生命力を持っており、背中をざっくり刺されてやっと死ぬレベルなんだよ。ゴジラの影響で生まれた怪獣だけあるわね。劇中では1匹しか登場していないが、設定上では 4、5 匹ほどで大黒島周辺を航行していた漁船第5やワタマルを襲撃し、船員1人を残してミイラにしてしまったんだ。VS シリーズにはゴジラに負けない恐ろしい怪獣が多そうね。次に紹介するのはビオランテだな。ゴジラ対ビオランテに登場した、遺伝子工学の権威とされる白神博士によって生み出された植物怪獣だな。人間に生み出された怪獣？ああ。博士は G 細胞をめぐるテロによって失ったマナ娘のエリカの細胞を、生前に彼女が育てていたバラに組み込んで保存していたんだが、その刑事がゴジラ復活の影響で起こった地震で破損し、バラが腰の危機に陥ったことから永遠の命を持つ植物を生み出そうと考えたんだ。そうしてバラの細胞と G 細胞を融合させたわけね。だが、次第に G 細胞はバラの遺伝子を侵食して急激な自己進化を始め、その結果誕生したのがこのビオランテなんだぜ。植物だけど強いのかしら？主な武器は体から伸びている無数の鶴で、この鶴を器用に使って鞭のように打ち据えたり、相手の体を貫いたり、絡みつけて締め上げたりできるぜ。かなり痛そうな攻撃だわ。劇中では、白神の研究所で覚醒し、広角エネルギーバクテリアを狙って侵入してきたテロリストたちを殺害して逃亡。足の子固定で成長し、やがて巨大なバラの姿をした荷重形態として古城に現れるぜ。最初はこんな花のような外見だったのね。ゴジラとの戦いはどうなるのかしら？ゴジラに対しては多数の鶴で応戦するも、動くことができなかったことに加えて火に弱かったことが災いして、ゴジラの放射能熱線をまともに食らって爆散したが、それで死ぬことはなく金色の粒子となって空へと消えたんだ。死んでないなら再戦になりそうね。その後、若狭湾にゴジラが進撃すると粒子のままで再び地上へと降り注ぎ、動物的な要素が強くなった食獣形態へと姿を変えてゴジラに立ち向かうんだぜ。再戦の結果はいかに？その巨体と意外な器用さでゴジラに対して一歩も引かず、互角に戦う強さを見せつけるが、最後には喉腔内に打ち込まれた熱線によって後頭部から背中にかけての部分を吹き飛ばされて大ダメージを受けたな。ゴジラの勝ちってこと？いや、同時に広角エネルギーバクテリアの効果によってゴジラも活動を停止したぜ。再戦の結果は痛み分けって感じになったのね。ビオランテはこの後どうなったの？その間にエリカの細胞に宿っていた彼女の意志が目覚めたことで、ビオランテは金色の粒子として無惨して宇宙へと消えていったんだ。ゴジラに決定打を与えることはできなかったものの、活動を抑制させる手助けにはなったのね。次に紹介するのはゴジラザウルスだな。
ゴジラ対キングギドラで登場した、マーシャル諸島ラゴス島でひっそりと生き延びていた恐竜だぜ。ティラノサウルスより頭部が小さくて、ゴジラの面影があるわね。こいつは劇中では恐竜と呼ばれているが、ゴジラは水生爬虫類から陸上獣類へと進化する過程の生物と推測されているため、ゴジラザウルスも恐竜に似た姿に修練進化しただけの哺乳類型爬虫類である可能性があるな。ふむふむ、劇中ではどんな活躍をしたの？大キングギドラでは、本来はおとなしい性質ではあるが、日本軍ラゴス島守備隊とアメリカ軍が島で戦っていたのに腹を立てて出現したぜ。これは人間が悪いわね。生物の常識を超えた特別な攻撃手段などはないが、人間程度なら簡単にひねり潰せる怪力を持ち、銃弾はもちろんバズーカ砲の攻撃も通用しないぜ。生物離れした肉体を持っているのね。そして、ラゴス島に上陸したアメリカ兵を壊滅させたことで、結果的に神道康明率いるラゴス島守備隊を救うことになり、彼らからは救世主のように感謝され、瀕死の重傷で倒れていたゴジラザウルスは彼らから敬礼を捧げられたんだ。不思議な関係性だわ。また、本来は1954年のビキニ環礁での水爆実験によりゴジラに変異するはずだったが、未来人の策略によりベーリング海にテレポーテーションさせられ冬眠状態になったんだ。それじゃあゴジラにはならなかったの？いや、1986年の原潜事故による放射能を浴びたことで新たなゴジラとなったぜ。振動と開口した時のことはゴジラになってからもはっきりと覚えていたようで、新宿で置いて出世した振動と再会したゴジラは、かつての自分の姿を思い出したのか涙を流すというシーンがあったな。人間味のあるゴジラだったわね。続いて紹介するのはドラッドだな。同じくゴジラ対キングギドラに登場した、23世紀のバイオテクノロジーと遺伝子操作で作られた23世紀の愛玩動物だぜ。あら、可愛いじゃない。しかし、正体は遺伝子工学によって作られた生体兵器であり、3匹にはあらかじめ放射能を浴びることで怪獣化するようバイオプログラミングが施されていたんだぜ。どこが愛玩動物よ。劇中では3匹のドラッドが登場し、ドラッドたちは未来人の陰謀で核エネルギーを吸収。これによって3匹は合体して、キングギドラが誕生することになったんだぜ。とんでもない成長を遂げたわね。また、本来ドラッドは3匹がそれぞれキングギドラに変化する予定であったが、DNA の破損が予想以上に大きかったため、それぞれの足りない部分を補うために一体化したらしいぜ。もし、3体のキングギドラが誕生していたらヤバかったわね。ちなみにゴジラ関連の資料ではドラッドを作る際に使用された体組織は、ゴジラたちとの戦いで死んだ初代キングギドラのものではないかと記載されているぜ。なるほど。そう考えるとドラッドがキングギドラになったのも納得だわ。次に紹介するのはベビーゴジラだな。ゴジラ対メカゴジラに登場した。核廃棄物の影響で怪獣化したプテラノドンの巣に托卵されていた卵から孵化したゴジラザウルスの幼体だぜ。昭和シリーズで登場したミニラとは全く別の存在なの？そうだぜ。生まれて初めて口にした花と、差し入れとしてもらったハンバーガーが好物で、恐怖を感じると眼球が赤く光り出して怯え始め、同族や仲間に助けを求める特徴を持っているぜ。食性は雑食で、集団で生きるための生態をしているのね。研究所で暮らすベビーは、尻尾であずさにじゃれたり、差し入れのハンバーガーを食べながら元気に育っていくんだ。このまま幸せになってほしいわね。そして、ベビーの研究の成果によって、ゴジラザウルスは腰のあたりに第二の脳とも言うべき、運動を司る神経節があることが判明するぜ。この事実から G フォースはベビーをおとりにするんだ。先行きが不安すぎるわ。ゴジラが迎えに来た時には、仲間意識を持たずに怯えてしまうベビーだったが、本能のレベルでは強い同族意識があったベビーは、アズサの願いとミキのテレパシーによって、野生の本能を呼び戻されたことにより、ゴジラと共に海の向こうへ帰っていったんだ。なんとか平和に終わったわね。そして、このベビーが放射性物質を吸収していったのか、1年後のゴジラ対スペースゴジラでは30メートルまでに急成長してリトルゴジラになり、さらに1年後のゴジラ対デストロイヤにてゴジラジュニアへと進化していくこととなるんだぜ。恐竜から怪獣に進化していくのね。次に紹介するのはバトラだな。ゴジラ対モスラに登場した、黒いモスラとも呼ばれるモスラの亜種だぜ。モスラって亜種がいたのね。ああ、
モスラと同様に地球の守護神と呼べる存在ではあるんだが、守護を目的とするモスラとは正反対に、地球にとって害となるものを破壊することを目的としている守護神なんだ。どういうこと？12000年前、地球の先住民族のコスモスたちの文明時代では気候を自在に操る機械が発明され、地球生命を脅かしたため、文明を滅ぼそうと地球の意志により生み出されたんだ。に、人間の敵ってこと？そうだぜ。バトラはコスモスの築いた古代の文明を攻撃し、コスモスの守護神であるモスラと戦ったんだぜ。最終的に北の海に封印されたが、その際の気候操作機械の破壊によって大洪水が起こり、地表のほとんどが海中に没し、コスモスの文明は滅びたんだ。なるほどね。そういえば、モスラの亜種なら幼虫の姿もあるの？もちろんあるぜ。モスラの幼虫に比べて、戦闘力と凶暴性が高いのが特徴で、蚕の幼虫をモチーフとするモスラの幼虫に対し、角状の突起が頭部をはじめ各所にあったり、毒々しい色合いをしているなど毒蛾の幼虫をモチーフとしているのがわかるな。モスラと対照的な見た目ね。そして成虫になると体色は黒を基本とした、随所に赤や黄色が散りばめられたものになり、羽には赤い稲妻模様が刻まれているぜ。そのバトラが現代に蘇るってこと？ああ。ゴジラとの戦いでは油断して返り討ちに遭い、あわやというところでモスラが加勢。その後モスラの苦境に助太刀してモスラと和解し、モスラと共にゴジラに挑み、戦闘不能に追い込んだぜ。激アツの展開じゃない。だが、最終的に復活したゴジラから致命傷を受けてしまい、バトラの目的はモスラが代行したんだ。分かり合えたのに残念だわ。次に紹介するのはスペースゴジラだな。ゴジラ対スペースゴジラに登場する宇宙空間に飛び散った G 細胞が、ブラックホールに吸収されホワイトホールから放出される過程で結晶生物を吸収し、さらに恒星の爆発による超エネルギーを受けて異常進化したと言われる宇宙怪獣だぜ。誕生までの過程がすごいわね。そうだぜ。その強さはゴジラやモゲラが単体で勝利することは難しく、モゲラのサポートで撃破できたほどで、歴代ゴジラシリーズでもかなりの実力を誇っているな。さすが、ゴジラ由来の怪獣なだけはあるわね。口から発射する稲妻状のビームで、自在に湾曲させることが可能で相手の背後を狙うこともできるコロナビームがあるな。このビームは当たればゴジラの肉を吹き飛ばすほど強力で、ゴジラでも数発くらえばダウンしてしまうんだぜ。びっくりするくらい強いわね。また、宇宙怪獣らしく光子と重力子を自在に操ることが可能なのも特徴の一つだな。この二つを自在に操れるだけでヤバすぎでしょ。さらに絶えず全身から電磁波が発生しているから、付近では電子機器はまともに使用できないんだよ。現代兵器はまともに機能しないじゃない。しかも飛行形態では大気圏内をマッハ3、宇宙空間では高速に近い速さで飛行可能らしいぜ。こんな敵、倒せるのかしら？ゴジラとの一度目の戦闘はコロナビームで一方的な攻撃をすることで終始圧倒し、リトルをかばって動けないゴジラを上空から倒してしまったな。そして再戦時では、ゴジラとモゲラの2体を同時に相手してなお互角以上に渡り合っていたぜ。ゴジラはスペースゴジラに勝つことはできたの？最終的には、モゲラの体当たりでダウンさせられ、スペースゴジラのエネルギーを吸収して放ったゴジラのバーンスパイラル熱戦で死亡したぜ。オリジナルの勝利ね。次に紹介するのはモゲラだな。同じくゴジラ対スペースゴジラに登場した、G-Force がメカゴジラのデータを元に建造した、最新型対ゴジラ兵器だぜ。メカゴジラにはいろいろな問題があったわよね。今回は、最大火力ではスーパーメカゴジラを下回るが、総合的なスペックで凌駕する形で建造されており、主武装のプラズマレーザーキャノンはメカゴジラのレーザーキャノンの3倍の威力で、発射と冷却を繰り返すことで連続発射可能なんだ。3倍の威力で連射可能とか、技術の進歩がすごいわね。最大の特徴は地底戦車ランドモゲラーと高速戦闘機スターファルコンに分離できることで、この分離した2機による2面作戦で、ゴジラを翻弄することができるんだぜ。モゲラは合体ロボなのね。劇中では、ゴジラと共にスペースゴジラに攻撃を加え、スペースゴジラの左のクリスタルジェネレーターを破壊する活躍を見せたぜ。さすがは新型機なだけはあるわね。そして最後はゴジラがスペースゴジラに放ったバーンスパイラル熱戦に巻き込まれ、
欠片も残らないレベルでコッパみじんに吹き飛ばされて大破したんだ。モゲラのサポートがなければゴジラはスペースゴジラに負けていた可能性がありそうね。そうだな。ちなみに、このモゲラが平成シリーズで最初で最後の人類とゴジラの共闘をした存在でもあるんだよ。めちゃくちゃ貴重な存在だったのね。そして最後に紹介するのはデストロイヤだな。ゴジラ対デストロイヤに登場した、別名完全生命体と呼ばれる怪獣だぜ。平成ゴジラシリーズの事実上のラスボスってことね。もともとは25億年前、地球上にほとんど酸素がなかった先カンブリア時代に生きていたとされる微小生物だが、初代ゴジラに対して使用されたオキシジェンデストロイヤーが無酸素状態を作ったために現代で復活したんだ。ゴジラとの戦いが原因で復活したのね。そして、酸素に克服適応した結果、微小生物は異常進化して怪獣デストロイヤーとなったんだ。偶然に偶然が重なった結果、誕生したわけね。デストロイヤには形態を変える能力があるから複数の姿を持っているんだが、飛翔体のデストロイヤが火力発電所の強力な火炎を受けて急激に進化を遂げた完全体が有名だな。確かに、デストロイヤといえばこの形態を指すことが多いわよね。能力としては、体内のミクロオキシゲンの濃度が極限にまで高まっていて、瞬間的にはオキシジェンデストロイヤーさえも超えるほどだぜ。オキシジェンデストロイヤーを超える？また、このミクロオキシゲンを凄まじい勢いで吐き出すオキシジェンデストロイヤー霊という必殺技は超危険だな。こんなのと戦うゴジラがかわいそうだわ。劇中では、ゴジラジュニアを高高度から落とした挙句、オキシジェンデストロイヤー霊で致命傷を負わせ、バーニングゴジラがゴジラジュニアの元に駆けつけてエネルギーを与えるも、すでに手遅れでそのまま絶命してしまうんだぜ。さすがのゴジラも答えたでしょうね。そして、メルトダウン寸前の状態となったゴジラによる猛烈な体内放射とインフィニット熱線の猛攻を受け、全身を焼かれて顔面を砕かれるほどの重傷を負ってしまったぜ。ゴジラの怒りの攻撃が炸裂したのね。ああ。デストロイヤーは逃走しようとするも、自衛隊の冷凍メーサー戦車隊やスーパー X3 から、冷凍兵器による総攻撃を浴びて撃墜され、爆発飛散して完全消滅したぜ。最終的には人類の攻撃に倒されたのね。ということで、これで VS シリーズのゴジラ怪獣の解説を終わるんだぜ。どの怪獣も魅力的だったわね。そうだな。今後もゴジラ怪獣についていろいろと解説していこうと思うぜ。楽しみね。他にも怪獣についていろいろと解説をしていくからチャンネル登録よろしくなんだぜ。また次回も、よろしく。ご視聴ありがとうございました。